You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Hagoromo Hamura Mangekyo Sharingan to Rinnegan wo kaigan sasete kurete. なんだ？ねえ、羽衣、羽村、ちょっと来て。どうした、羽織？どうもこうも、こいつが水を全部取っちまうからよ。それが、急に川の流れが弱くなってよ。上流で何かあったのか？この前だって山菜採りに入ったばあさんが大怪我させられたしよ。大丈夫だ、行くぞ羽村。うん。なるほど、こいつが川の流れを塞いでたのか。それはわしが置いたのじゃ。変えるじゃがな。別にお前たちの頭はどうにもなっとらん。ちゃんとわしが話してるんじゃ。誰も隠れてない。お前たちが知らないだけで、わしらカエルの方がずっと昔からこの地に住んでる。言うじゃないか、カエルのくせに。でかいクマだな。わしの名前はガママル。お前たちは羽衣と羽村じゃな。おっと、忘れてた。なんだ、こんな場所に連れてきて。あの向こうを見たことはあるか？いや、ないな。あの向こうに真珠の正体がある。真珠の正体？そうなの？でも、真珠の力でこの地は潤っていると聞くけど。真実。お帰りなさいまし、羽衣様、羽村様。どうした？この辺で商売しようと思って、かぐや様の許可をもらいに来たのよ。最近は多いな。参ったな。人の商売道具に何しやがる！さてはお前、ペテンの薬売りだな。行く！いいからとっとと出て行け。痛い目に遭いたくなきゃな。頭に来たら腰の痛みがぶり返してきたぜ。やめろやめろ、浮かせに真珠に近づくと死ぬぞ。何の用だ。お前に聞きたいことがある。そんなことで病気が治ったら誰も苦労。私の質問に答えてくれるか。へえ、何でも。そこでの母上の噂はどんなだ。へえ、そりゃあちこちで反乱が起きてるって噂でさ。それを鎮圧するのにだって噂があちこちで。全滅。アオリ。羽衣、ハム。ずっと昔からかぐや様が決めたしきたりなんだから、私のこと忘れないでね。羽織。母上。お前たちとってわらわに逆らうことは許しません。しきたりは必要なのだ。あの者たちが来るまでは。羽衣、羽村、わらわはまた出かける。留守を頼む。兄者。どうした兄者、この舞を。羽織、起きろ羽織。兄者、その目は。わしについてこい。
なんだ、不思議な力を感じる。力と呼ばれる自然パワーが満ちておる。だからその力を使えば、よいしょ、ついてこい。見るがいい。かつて何が起きたのか。かぐやは地上に降りてから、この地の帝と恋によって、かぐやは真珠の力を得て、お前たちの父親を。真相はかぐやしか知らぬ。母上は一体どこから。あの真珠が生えてから、明らかに大地の自然エネルギーを。やがて大地は枯れ果て、我々も同じ運命をたどる。話をする必要があるな。だけど母上が話なんて。聞いてくれる相手とは思えない。たとえ息子のお前でも。万が一のためだ。なるほど。お前に戦力を教えることは危険な鍵じゃ。 なぜだ。ここまで来ておじけづいたのか。なんじゃと。母上と我々が戦うことを最初から予測していたはずだ。夢じゃ。ガマは滅多に夢を見ない。その結果は。そこまでは見ていないはずだ。なんてやつじゃ。自然エネルギーを感じて、それを自分の中に取り込め。羽衣め、あっという間に戦力を習得しとる。もうお戻りになられたのですか。羽衣はどうしたのです。わらわに隠し事は無駄だ。わらわの白眼はお前のをはるかに上回る。どうやら戦力を習得できたようだな。かぐやが里に戻り、羽村と連絡が取れなくなったそうじゃ。対決の時が来たようだな。みんなすまない。じゃがこの地を救うには。ここでいい。兄弟、これを渡しておく。力を感じるじゃろう。それはガマの国に伝わるお宝じゃ。が詰め込まれておる。先人たちが命がけで作った札じゃ。恩に切る。無事を祈るぞ、兄弟。羽衣、お前たちは掟を破り。ならば、なぜ私が母上に怒っているのかもご存知ですね。人々、みんなを。それが私の愛です、母上。お前たちは知らぬのだ、奴らの恐ろしさを。わらわがやってきたのは、ここから遥か遠い空。愛など通用しない。通じるのは力のみの連中だ。だがその思いも裏切られた。そして今わらわは命を懸けて力を分け与えたお前にも。お前たちを守ったこと、そしてここまで育ててきたこと、その力わらわに返してもらう。母上目を覚ませ、羽村。羽村を人質に取られておったか。何をするつもりじゃ。お前は母上に操られていたんだ。羽衣、羽村。万華鏡シャリンガンとリンネガンを開眼させてくれて。なんだ。羽衣と羽村、母には真珠の力があった。真珠は今だ。あれじゃ。
母は最後の力を振り絞り、首は9つの魂に分けた。こうして見るとみんな可愛いもんだな。して協力するように育てる。洗脳された時、母上の意識が俺の中にあった。母上は母上なりの思いがあった。羽村、お前心の優しいやつだな。遊びに来い。そんな遠い場所じゃない。